労力を必要としない仕事です。労力を必要としない仕事です。宿題をしないといけないと言いたいですね。宿題をしないといけないと言いたいですね。そんなことをしてもあまりメリットはありません。そんなことをしてもあまりメリットはありません。ここを左に曲がってください。ここを左に曲がってください。私の無礼をお許しください。私の無礼をお許しください。情報が氾濫しているような気がして。情報が氾濫しているような気がして。この列車はロンドンに停車しますか？この列車はロンドンに停車しますか？次の目的地はブリュッセルです。次の目的地はブリュッセルです。そこに行くのにいくらかかるのか？そこに行くのにいくらかかるのか？フライトの再確認をしたいと思います。フライトの再確認をしたいと思います。今夜の部屋は空いていますか？今夜の部屋は空いていますか？私の荷物を持って行ってください。私の荷物を持って行ってください。ドライヤーを借りることはできますか？ドライヤーを借りることはできますか？誰かに修理を依頼してくれないか？誰かに修理を依頼してくれないか？日本語はどこで習ったのですか？日本語はどこで習ったのですか？数種類のシェードをご用意しております。数種類のシェードをご用意しております。8例のがんのうち死亡例は1例。8例のがんのうち死亡例は1例。彼は年寄りのふりをしている。彼は年寄りのふりをしている。何を提案しているんですか？何を提案しているんですか？確かに、それは何ですか？確かに、それは何ですか？すいません、今忙しいんです。すいません、今忙しいんです。もう家に帰っていいわよ、ジョン。もう家に帰っていいわよ、ジョン。あなたの人生の目標は何ですか？
あなたの人生の目標は何ですか？彼は街を散歩しています。彼は街を散歩しています。それが最新のファッションです。それが最新のファッションです。そう言ってもらえてとても嬉しいです。そう言ってもらえてとても嬉しいです。壊れた人形を直してくれた。壊れた人形を直してくれた。一人だったけど寂しくはなかった。一人だったけど寂しくはなかった。すべてのものには始まりがある。すべてのものには始まりがある。彼は一気に本題に入った。彼は一気に本題に入った。彼はまたもや言葉を破った。彼はまたもや言葉を破った。彼は私よりも背が高い。彼は私よりも背が高い。私は毎月髪を切っている。私は毎月髪を切っている。迷惑をかけてしまって申し訳ない。迷惑をかけてしまって申し訳ない。彼女はハープの作曲家です。彼女はハープの作曲家です。先生は少し怒っていました。先生は少し怒っていました。空にはたくさんの星があります。空にはたくさんの星があります。彼は三週間病気だった。彼は三週間病気だった。二人はそれぞれの自転車に乗りました。二人はそれぞれの自転車に乗りました。彼は攻撃者の耳を殴った。彼は攻撃者の耳を殴った。他人を凝視するのは失礼だ。他人を凝視するのは失礼だ。あなたはすぐに仕事になれるでしょう。あなたはすぐに仕事になれるでしょう。私は食料品店に行く途中です。私は食料品店に行く途中です。雨のために外出できません。雨のために外出できません。これは彼の死の良い例です。これは彼の死の良い例です。
雨が降ろうが降ろうが気にしない。雨が降ろうが降ろうが気にしない。私は妹と共通点が多い。私は妹と共通点が多い。保険の請求はどこでできるの？保険の請求はどこでできるの？なぜエアロビクス教室に参加しないの？なぜエアロビクス教室に参加しないの？何も考えずに勉強しても無駄だ。何も考えずに勉強しても無駄だ。彼が一緒にいる限り希望はある。彼が一緒にいる限り希望はある。運転免許証を見せてください。運転免許証を見せてください。早朝は草がしっとりしています。早朝は草がしっとりしています。一斉に穴からウサギが出てきました。一斉に穴からウサギが出てきました。日が長くなり、夜が短くなる。日が長くなり、夜が短くなる。双子の間には多少の違いがある。双子の間には多少の違いがある。あなたはいつも良い仕事をしている。あなたはいつも良い仕事をしている。またいつかお会いできるといいですね。またいつかお会いできるといいですね。懲りる覚悟でビルをにらみつけた。懲りる覚悟でビルをにらみつけた。毎日レストランに行く余裕はない。毎日レストランに行く余裕はない。食べ過ぎて眠れないのもうなずけます。食べ過ぎて眠れないのもうなずけます。みんなで病気の薬を飲んでいます。みんなで病気の薬を飲んでいます。働かないと不合格になります。働かないと不合格になります。人口は100万人近くになる。人口は100万人近くになる。来週には期末試験があります。来週には期末試験があります。会社の何気ない雰囲気に馴染んでいる。会社の何気ない雰囲気に馴染んでいる。私たちは赤ちゃんを持っています。私たちは赤ちゃんを持っています。私の妻になってくれますか？
私の妻になってくれますか？ほぼ時間通りになってしまいました。ほぼ時間通りになってしまいました。私はあなたと水平にします。私はあなたと水平にします。そんなことは絶対に起こらない。そんなことは絶対に起こらないと。ここでキャッチボールしてもいいですか？ここでキャッチボールしてもいいですか？私は来年で退職します。私は来年で退職します。お邪魔して申し訳ありませんでした。お邪魔して申し訳ありませんでした。もう少し大きな声でお願いします。もう少し大きな声でお願いします。彼は私を無慈悲に扱った。彼は私を無慈悲に扱った。妻のことを一番に考える。妻のことを一番に考える。ご迷惑をおかけしてごめんなさい。ご迷惑をおかけしてごめんなさい。エミリーはどこで遊んでいますか？エミリーはどこで遊んでいますか？列の最後尾まで行ってください。列の最後尾まで行ってください。私たちはそれを指摘したい。私たちはそれを指摘したい。お手伝いできなくてごめんなさい。お手伝いできなくてごめんなさい。私のことをどう思っていますか？私のことをどう思っていますか？彼女はブラジルに会社を持っています。彼女はブラジルに会社を持っています。あなたはすべての信用に値する。あなたはすべての信用に値する。メキシコ料理か中華料理が食べられるよ。メキシコ料理か中華料理が食べられるよ。羨ましがられる筋合いはない。羨ましがられる筋合いはない。ピーターはまた喧嘩になりました。ピーターはまた喧嘩になりました。彼は私を敵のように扱います。彼は私を敵のように扱います。年の終わりには賢い方ですね。年の終わりには賢い方ですね。
コミットメントの準備ができていない。コミットメントの準備ができていない。リレイに電話するように伝えてください。リレイに電話するように伝えてください。これを交換してもらえますか？これを交換してもらえますか？何もないからといって頑張るな。何もないからといって頑張るな。ここにヒンディー語を話す人はいますか？ここにヒンディー語を話す人はいますか？いいお母さんでいてくれてありがとう。いいお母さんでいてくれてありがとう。夕食は何を用意しましょうか？夕食は何を用意しましょうか？そこに行くにはいくらかかりますか？そこに行くにはいくらかかりますか？彼からひどい仕打ちを受けました。彼からひどい仕打ちを受けました。ノルウェーとドイツに行ってきました。ノルウェーとドイツに行ってきました。彼は最後の瞬間にビビった。彼は最後の瞬間にビビった。お皿を片付けてもよろしいでしょうか？お皿を片付けてもよろしいでしょうか？自分の人生に関わらなければいいのに。自分の人生に関わらなければいいのに。いや、今夜は全室予約済みだ。いや、今夜は全室予約済みだ。プリンの証拠は食べることにあります。プリンの証拠は食べることにあります。観光案内所はどこですか？観光案内所はどこですか？このスカートはこのブラウスに合っていますね。このスカートはこのブラウスに合っていますね。今夜の夕食は何を用意しましょうか？今夜の夕食は何を用意しましょうか？ご意見をお寄せいただければ幸いです。ご意見をお寄せいただければ幸いです。手紙は正午までに到着してください。手紙は正午までに到着してください。この度はご厚意に感謝しております。この度はご厚意に感謝しております。この開発は非常に歓迎しています。この開発は非常に歓迎しています。おすすめのお店を教えてください。
おすすめのお店を教えてください。何時から何時まで予約できますか？何時から何時まで予約できますか？このパンはぐにゃぐにゃしている。このパンはぐにゃぐにゃしている。2ベッドルームの家を購入したそうです。2ベッドルームの家を購入したそうです。1時間の昼休みを利用しました。1時間の昼休みを利用しました。親父も数年で調子に乗ってきた。親父も数年で調子に乗ってきた。そうであっても不思議ではないと思います。そうであっても不思議ではないと思います。あなたは私の心を傷つけた。あなたは私の心を傷つけた。ショーに招待したいと思います。ショーに招待したいと思います。今まで見た中で一番の美人だな。今まで見た中で一番の美人だな。頑張って手に入れようとするな。頑張って手に入れようとするな。それは私もよく知っています。それは私もよく知っています。いろんな種類の果物が好きなんだ。いろんな種類の果物が好きなんだ。あなたも彼も間違っていません。あなたも彼も間違っていません。よく考えてから行動しなさい。よく考えてから行動しなさい。先生が英語のテストをしてくれました。先生が英語のテストをしてくれました。これはあれとは比べ物にならない。これはあれとは比べ物にならない。長い週末に何か予定はありますか？長い週末に何か予定はありますか？それはあなたの選択です。それはあなたの選択です。何かお役に立てることはありますか？何かお役に立てることはありますか？私たちは世間話をしていた。私たちは世間話をしていた。あなたのことを知っていると思っていました。あなたのことを知っていると思っていました。あなたの願いは私の命令です。あなたの願いは私の命令です。
運転試験に合格したわ。運転試験に合格したわ。あなたがお金を盗むのを見た。あなたがお金を盗むのを見た。これは本当にやばいラインです。これは本当にやばいラインです。私のためにもよろしくお願いします。私のためにもよろしくお願いします。彼が言ったことは本当に腹が立つ。彼が言ったことは本当に腹が立つ。彼は怠け者でクビになった。彼は怠け者でクビになった。映画に遅れることになりそうです。映画に遅れることになりそうです。両チームともオフの夜が続いています。両チームともオフの夜が続いています。彼らの試合を見て応援して育ちました。彼らの試合を見て応援して育ちました。本当に欲しいのはスマートテレビですね。本当に欲しいのはスマートテレビですね。厨房の俺はかなり役立たずだな。厨房の俺はかなり役立たずだな。今朝は3回も吐いてしまいました。今朝は3回も吐いてしまいました。私が嫌いなのはあなたの態度です。私が嫌いなのはあなたの態度です。今日は元気なさそうな顔をしていますね。今日は元気なさそうな顔をしていますね。家族全員を飼うべきではないでしょうか？家族全員を飼うべきではないでしょうか？ PC の方がよっぽど楽な気がする。PC の方がよっぽど楽な気がする。失礼ですが、道に迷ってしまいました。失礼ですが、道に迷ってしまいました。ユーロ矢印ドルでお願いします。ユーロ矢印ドルでお願いします。無料の都市地図があってもいいですか？無料の都市地図があってもいいですか？なんて美しい景色なんでしょう。なんて美しい景色なんでしょう。何か飲み物はいかがですか？何か飲み物はいかがですか？オックスフォード・ブルックス大学に行きました。オックスフォード・ブルックス大学に行きました。私は死後の人生を信じています。
私は死後の人生を信じています。無神論者を自称しています。無神論者を自称しています。あまりにもいい話だからね。あまりにもいい話だからね。彼は自分の負けを認めた。彼は自分の負けを認めた。皆様のご来店をお待ちしております。皆様のご来店をお待ちしております。私が何を言っているか知っているでしょう。私が何を言っているか知っているでしょう。人々はスタンプをとても楽しんでいました。人々はスタンプをとても楽しんでいました。私の家にはネズミがいます。私の家にはネズミがいます。スーパーマーケットで告知があった。スーパーマーケットで告知があった。この機械をうまく動かせないんだ。この機械をうまく動かせないんだ。早めの返事を期待しています。早めの返事を期待しています。医師から禁煙を勧められました。医師から禁煙を勧められました。ボールと一緒にバットも盗まれた。ボールと一緒にバットも盗まれた。来週の訪問を楽しみにしています。来週の訪問を楽しみにしています。彼の言葉が強く記憶に残っている。彼の言葉が強く記憶に残っている。勉強すればするほど英語が上達する。勉強すればするほど英語が上達する。私はとても悲しい感じ。私はとても悲しい感じ。どこでお金を払えばいいですか？どこでお金を払えばいいですか？私は頭がいいと思いますか？私は頭がいいと思いますか？ここの駐車場大丈夫ですか？ここの駐車場大丈夫ですか？何を食べていいのかわからない。何を食べていいのかわからない。私はあなたのアパートが好きです。私はあなたのアパートが好きです。夕食は牛肉か魚か？夕食は牛肉か魚か？
電話番号を教えてくれないか？電話番号を教えてくれないか？すみません、なんて言ったんですか？すみません、なんて言ったんですか？何かいい考えがあるのか？何かいい考えがあるのか？あなたの仕事を高く評価します。あなたの仕事を高く評価します。何を意図しているのかわからない。何を意図しているのかわからない。給料日はいつまでに終わりますか？給料日はいつまでに終わりますか？この列車はシドニーまで行くの？この列車はシドニーまで行くの？夕食は何を作ろうかな？夕食は何を作ろうかな？子供のように振る舞ってはいけません。子供のように振る舞ってはいけません。あなたの不幸はお気の毒です。あなたの不幸はお気の毒です。そんな名前の人はここにはいません。そんな名前の人はここにはいません。自分がどこにいるのか考えて。自分がどこにいるのか考えて。気持ちよくさせてくれてありがとうございます。気持ちよくさせてくれてありがとうございます。あなたの人生の一部になれてよかったわ。あなたの人生の一部になれてよかったわ。あなたはアインシュタインではありませんから。あなたはアインシュタインではありませんから。その気になれば何でもできる。その気になれば何でもできる。ストックホルムまでのチケットの値段は？ストックホルムまでのチケットの値段は？あなたの手紙に返事を書いています。あなたの手紙に返事を書いています。悪いけど、明日はテニスができないんだ。悪いけど、明日はテニスができないんだ。テストに落ちたことを知って残念です。テストに落ちたことを知って残念です。